ひとたる道を踏みにじり平民の嘆きの叫び声知らぬふりするごく潰し古川さんかご主人か。いえいえあいつは違います。弱き我らを踏み倒す。 義理もなさけも知らぬ鬼。足腰立つ茶こき使い病気や怪我をした時は南京米が二升五合ご主人呼ばわり洒落せ哀れ線香の女工さん。 朝は早くて晩は5時。長い時間を働いてもろおったお足は12銭。風は冷たし腰は冷え指は縮むし皮は剥げ爪はなくなる肉が出る。線香女は辛いもの。 役人さんや監督は手足温め腰をかけ寒さ痛さは知らぬとも少しは助行を思いやれ。腹が立たぬか甲府さん年が年中働いて。 盆や正月来たとてもいつも変わらぬぼろぎもの。妊婦ひきらに騙されて来てみりゃびっくりしもはんば。荷物みんな預けられ飛ぶに飛ばれぬ籠の鳥。籠の鳥なる食い物を。 稼いで32銭。これが本当の生き地獄。定石を生かをせんために我々どもこき使い飯食う時間もやかましく今に見て俺この犬め。 好きでだるまをするでない。嫁に行かれず飯食えず。と言うて仕事もない故に涙こぼしてこの苦労。だるますれども心までまさかだるまになりません。思うとの語があるなれば。 必ずミサを守ります。我々この歌歌うのは面白おかしでするでない。心の底の血の涙割って見せたい腹の内。